はい、皆さんこんにちは。今回ね、言及させていただきたいのは何に関してかというと、チップに関して、海外に行く際チップっていうね、必要な国結構あります。そのチップに関して言及させていただきたいと思います。これは何回か言及させていただいてるんですけど、今回まあタイということでね、ある番組をご覧いただいたある方からコメントをいただきまして、ぜひともそれをやっていただきたいということなので、今回まあ数ある中でタイという国に行った時チップ、まあ、どのような時に必要か、そしてどういうふうに渡せばいいのかということに関してやらさせていただきたいと思います。まずタイということで、まあ今まで世界各地を行って、まあ仕事で赴任していた国ですけど、タイという国は本当に大好きな国です。なのでまあこのチャンネルを見ていただいている方は、タイ好きな方が非常に多いと思います。なのでまあこれ何回も行ったことある人だったらね、もう分かりきったことなので、まああんまり参考にならないので、ちょっとそこはご了承いただきたいと思います。行ったことない方ということで、それに向けてということです。まずタイということで、まあチップが必要な国であります。これは全てのところで必要かとそうではないんですけど、それではどういったところで必要なのかというと、まずホテルに行きますよね。これ一定以上のホテルです。安宿、自分が泊まるような安宿とかはね、基本的にやらないんですけど、自分もたまにまあ一つ星のタイで泊まったりしますけど、まあそういった時に例えばホテルチェックインするじゃないですか。で、その時に荷物を運んでくれるポーターさんがいるってことがあります。そのポーターさんが運んで、重たい荷物を全部運んでくれるわけですけど、まあその時にどのくらい上げたらいいかです。まあちょっと今ね、残念ながらタイバーツが手元にないんであれですけど、まあ大体50バーツは最低上げた方がいいです。まあ五つ星のホテルだったら、自分が例えばフォアヒン行った時にシェラトン泊まったんですけど、その時に100バーツ上げましたけどね。まあ、1バーツが 3.3 円なんで、50バーツで出て165円。で、100バーツで330円です。まあ、それを高いと思うか、まあ、どうかと別として、まあ、それは50バーツぐらいは上げるわけです。100バーツ上げるとですね、結構喜ぶわけです。おお、すごいっつって。で、その後いろいろ何かいろいろ教えてくれたりとかね、何か困った時にたまたまたホテル内で会うじゃないですか。いろいろとちょっと相談すればね、やってくれたりするんで、チップっていうのはね、私は結構多く上げてたりします。普通の標準価格よりもね。それはなんでかって言ったら、先ほど言ったように、何か困った時にやってくれる可能性があるってことです。じゃあ、どのように時に渡せばいいか。まあ、ホテル到着しますよね。で、チェックイン、で、ポーターさんがこう荷物を置きます、部屋に行ってね。その時に、最後に、そのポーターさんが出る時に、で、こんな感じね、サンキューって感じで言うわけで、コープンカップっていう感じでね、ありがとうございます。じゃあ、コープンカップっていうのが、ありがとうございます。です。あの、対応でね。コープンカップって感じで言って、渡す。で、終わりです。それでバイバイって感じですね。で、あとは、枕ゼニ。ね。枕ゼニなんかも必要。最低一つのベッドにつき20バーツは必要です。まあ、できれば自分は40、50バーツぐらい置くこともありますけどね。1日あたりね。まあ、それを高いと思うか、安いと思うか、皆さんの感じ方次第かなって感じはするんですけど、自分はここでまあ最低20バーツは置かなきゃならないんですけど、40バーツとか50バーツ置くときも多いです。これはやっぱり、ちょっと多めに置くとね、また綺麗にしてくれたりとか、例えば悪いハウスキーパーなんかもいる可能性もあるんです。例えばそこに置いてあったものを盗んだりとかね、タイではあんまないんだけどね、ベトナムとかは結構あったりしました。で、その中で、まあ、ハウスキーパーさんにどのように出したらいいかっていう、枕はここにありますよね。枕のこの前のあたりに置けばいいです。そうすることによって、それがまあ帰ってきた時なくなってるわけですけどね。まあこんな感じです。これが枕ゼニ。で、他にじゃあどういった時に必要か。タクシーに皆さん乗る時ですね。タクシー乗る時っていうのは別にチップっては直接渡す必要ないんですけどね。例えば、どこどこまで行くのに85バーツだったりしますよね。85バーツ。その時にじゃあ100バーツ渡してお釣りはいいよって感じで言うわけです。基本的に例えば85バーツで90バーツかね。だからもう、端数は切り上げる感じです。それがまあ、チップみたいなもんです。なんでまあ、85バースとか。だったらまあ、ね。もういいよいいよって感じで。まあ、そのくらいの額だったら、いいかなって感じはします。まあ、それは皆さんのね、チップってそんなに上げすぎると逆に舐められてしまう可能性もあるので、あんまり上げすぎない方がいいかなって感じはするんですけど、まあ、そのくらいです。で、あとはマッサージ受けるとき、タイってはタイマッサージ、自分なんかよく行きたいタイマッサージ受けるわけで、フットマッサージとかね。その時は、これ前の動画でも言及させていただいたんですけど、1時間あたり、だいたい40バーツ以上です。まあ、20バーツ以上か。1時間ね。
基本的には20バース以上上げないといけない。だから2時間やったら40バースは最低でも上げないといけないんだけど、ここも自分の、価値基準としてはですね、1時間で50バースのチップを上げてます。だからフットマッサージが1時間250バースだったら、50バースプラスで300バーツです。2時間、タイマッサージやったとしたら500バーツで、さらに50バース、あ、100バーツプラスで上げる感じです。まあそのくらい渡してます。まあこれはね、最低額なので自分はその2倍ぐらい与えてますけど、皆さんのね、判断にお任せいたします。じゃあそれをどのような時に渡せばいいかっていうと、マッサージを言いますよね。マッサージさん、マッサージ師がいて、で、出るときに大体、まあ、扉の方で開けてくれるわけですけど、その時に渡せばいいわけです。まあ、この時また興奮か。で、終わりです。じゃあ、あとはレストラン。他にどんな時が必要かっていう、レストランの時です。じゃあ、レストランの時に、どのように渡せばいいかっていうと、レストランこう書いていきますよね。サービスチャージが、ね、サービス料が含まれているところっていうのはいらないんですけど、サービス料が含まれてないところは、これは渡した方がいいです。10% とかね、そのくらいは最低でも渡した方がいいので、まあ、会計額のあれ見てね、渡した方がいいです。ただこれ安いレストランはそんなに必要ないです。まあ、小銭ぐらいだったらいいかもしれないけどね。ある程度の格のレストランの場合は、まあちょっとやっぱチップを置いた方がいいかなって感じがします。その時に会計で、例えばそのトレイ持ってきますよね。トレイ持ってきて、お釣りを持ってくるじゃないですか、払って。その後にそのお釣りのトレイのところに置いとくわけです。ね。まあそんな感じでいいわけです。まあ今回、チップに関して、主にタイということで、させていただきました。他国でもこのやり方に関しては基本的に変わりません。なのでね、皆さん、覚えておいていただければと思います。また何か質問があれば、質問していただければ回答させていただきたいと思います。ちなみに何かね、以前に、質問していただいた方、しばらくちょっとそれを忘れてたら何の質問だったか忘れちゃったんですけど、もしちょっとその、ね、まだ、それを特集してないというふうに、ね、言う方いらっしゃるのであれば、ちょっと言っていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。